あ。ちょっとコンを張っていかないとあれかも。風がね、風が強い、結構強いですね。まあ、ゴールデンウィーク最終日なので、はい、釣りでもしながら、はい、まあ振り返りを振り返りしましょう。だけ3年分あれ、5年前か。2019年からですかね。うん。YouTube チャンネルがスタートした。はい。あ、そんなやってんだこれ。そう。長いね。長い。で、菅さんが参加したのが、あの、封鎖せよからですか。はい。はい。6年前ですよ。そうだね。そんななる？ああ。でもだって、小松通り封鎖せよ間違いなくコロナ前の話だから、まあ、そっからですよね。ニピニが始まるわけです。まあ最初ほら葛飾 FM で番組持とうみたいな話からスタートしたわけじゃん。はいはいはい。そっから、まあ、葛飾 FM で番組持つのはまあまあな、まあ、金がかかるから、なんかないかねって言ったら自分 で YouTube でなんかラジオっぽいことやったらみたいな話からでしょ。そうだね。そっからやってらんねえぜが始まり、はい、そして2匹ですか。そう、ほどなくして、ほどなくして。2匹はだ当時イメージ、まあ、今でもそうかもしれんが、あの深夜枠のなんか番組っぽくやろうと。そう、やってらんねえずがバレギュラー番組だなっていうコンセプトで最初始まって。そうだけどあれよ、最初本当に今でも覚えてるけど、本当は河原で、あのなんかグダグダ喋ろうなんて話からしたら、本当はこの状態が、そうなんだ、原点だ。2匹でやろうと思ってたことです。それは風強くてマイク風の音しか拾わんでどうにもならんかったのよね。はい、でこれはダメだと。そうどっかないかと。でもう一回ちょっと菅さんの店戻ろうっつって戻って、そうそう、どうするって言って振り向いた先がコインランドリーの目の前の。そうそう、いやあれこんなほらシリーズ化すると思わんで、とりあえずもうほら探してる時間もなかったから、とりあえずそこでいいんじゃないの初めはみたいな感じで行ったらシリーズ化してた。まあ求めてたシチュエーションが実は目の前にあった、ね、まあ、東大元暮らしといいますか。あそこはいいシチュエーションですよ。今や聖地に。本当ね、たまに見学来る人いるのよ。仕事してると外行こうだ、こうやってあここだここだって声たまに聞こえますよ。はい、前もほら、あの土井さんたちと話したときに、はい、全然知らないおじさんが洗濯機回しに来て、はいはい、いや見てますよ見てましたからね。まあ多少見られてるんだね。そうね、まあ俺的にはコインランドリーのオーナーさんが来るとちょっと緊張するけど、ね、緊張しますね。ピリッとしますね。すいませんすいませんって言っちゃうからね。まあ、そんで2匹が始まり、で最初はね、なんか、まあ、今もそうですけど、最初からくだらないことを話してました。うん、最初の頃、何喋ってたのあれだけどね。最初の頃はね、あれですよ、新小岩を、あの、ゆるキャラの街にしたいみたいな話をしてた。うん、あ、なんかモンチッチを街に繰り出す話もあったな。そうだね、モンチッチを街に繰り出して大砲を撃たせるとかありましたね、うん、あとはあれですよ、土俵でなんかこう新小屋の街からおデブちゃんをなくすだっけ。そう、ダイエットのなんかこう話題したな。土俵も作るけど、そうそうそう、同じ同時進行でダイエットの街にもするみたいな。
話ありましたね。あとは、あ、俺的にはあれ思い出した、あの小松通りの鉄塔を使ってロケット打ち上げる話。ああ、あれやりましたっけ。あれカットされませんでしたっけ。カットしたんだっけあれ。いや、やったな。あの鉄塔を見て、ちょうどロケット発射台みたいだから、あそこにくくりつけてあれでロケット発射しようぜって話したと思う。話もしました。まあ、菅さんのね、ウルトラマン、ね、ウルトラマン菅明、ウルトラマン菅 やりたいねっていう、まああれは予算かかりすぎて、そうね、ダメでしたね。葛飾区からは出れないでしょ。出れない。ちょっと河原の向こう側行くと戦えないから、会場向こう逃げちゃえば勝ちやんでしょ。そう、まあベッドシーンも用意してたんだけどね。ちょっとこうお色気な感じも醸し出しつつ、大人のウルトラマン。あと新小岩を、あのもし僕が区長になったら、ああ結構一番最初の頃の話題だなそれな。なんかもう浦安をなんかこう葛飾都に混ぜてやるとかやんねえとかみたいな、上から目線の話。木更津も全部あそこのベイエリアも、はい、都市も全部葛飾都にして、結果東京都に負け、新小岩都としてこじんまりとしちゃったら、新小岩都だけ残してもらう。あれでも僕の中ではかなりいい秀逸な回だったと思うんですけど、アーケード江戸の町にする話とか、アーケード江戸の町にする話結構面白かったですけどね。そうですね、発展系としてそうですよ。駅前のクッターナであの町民の格好をレンタルする。そう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 。それで土日だけ江戸の町にする、割引も効く、割引があるんですね。結構覚えてるもんですね。ねえ、じゃあ